えお疲れ様です。8月21日水曜日朝6時の相場解説になります。えー、今回は下落に舵を切るという見込みでお話ししようと思います。まず冷やしなんですけども、これだけ連続してですね、陰線が出てくる流れですから、さらに陰線が続くと思うのは妥当なところだと思います。まあ、それ以外に特にね、わけはありません。はい。で、4時間ですね。4時間4時間どこに行ったかな。 4時間の方を見てみますと、一旦こういうふうに横ばいになったりね、上に突出したりとかしたんですけども、えー、それから大きな下落から立ち上がってきたところがありますよね。まあ、しかし、もう一回下落の方向に押し込められているところかなというところです。で、こちらのヒゲ先をもう間もなく抜けるところなんで、抜けたらさすがにね、ここまではドーンと落ちる可能性高くなるということはお分かりいただけると思います。とりあえず、 144円台ですね、それが見えてきたんじゃないかなと思います。はい、えー、これが1時間足ですけども、前回 FX オリガルヒの皆様にはお伝えしましたけども、この実態を超えて、さらにひげ先を今超えようとしているところがあります。つまり、この赤2線で、2つの線で囲ったところがゾーンになるわけですけども、このゾーンをね、もうすぐ抜けるわけですよ。抜けたら、大きくセルを入れていく。 まあそんな理由にはなると思いますんでね、今のところそのように考えてます。万が一このヒゲ先で引き戻されてさらにね、上昇することがあったらその時は移動平均線にぶつかった時にさらに下に行くっていうふうないつものね、あのパターンを思い出していこうと思いますけどもね。はい、本日はそのような見立てで進めていこうと思います。では。